新春薬期、公式 TikTok 始めました。見てね。いいんじゃないですか。微妙微妙。嘘、めっちゃ釣りそう。どっちかがワースト、どっちかが1位と思う。こんにちは、TC 楽器リペア田中です。ベースタントカリブです。店長マティです。アコースティックの小林です。広報の島です。こんにちは。こんにちは。入りきんなかったんで僕はこっち側にいます。詰めりゃ入るんじゃない。いや、ぎゅうぎゅうって。おいで。来ます。いや、ちょっとやめときます。ここに膝の上。隠れちゃいますよ、松井さん。なんでこの4人をお呼びしたかというとですね、まあ、今年ももう年末です。クリスマスですか。あ、そうですね、今日クリスマスじゃないですか。なんかもらえるの。あげないです。サンタさん。なんで俺が先輩方に配らない。頑張った。頑張ったから。まあ、あの年の瀬になってきましたので、今年1年を振り返って、TC楽器 YouTube この1年頑張ってきましたけども、再生回数ランキングを発表したい。まあ、伸びた動画ね、いくつかありましたけども、トップ3を今回発表したいなと思って、そのノミネート者である皆さんにお集まりいただいた次第。ありがとうございます。4人いるってことは1人落ちるってこと。あ、なるほど。そういうノミネートじゃん。見せしめ。やべえ、さらされるだけ。さらされるだけ。1人ワーストってこと。ワーストな感じなんですね。怖いな。ワーストやだね。まあ、あの今年まだね、12月の末ってだけで、まあ、数日ありますけど、まあ、ひとまずここで区切って2021年の TC 楽器動画 YouTube 対象的な感じで再生回数ベスト3を発表したいと思います。おー、はい。受賞した方、特に何もないんですけども。あ、ないの。僕から熱い感謝の言葉。急になんか処方みたいな。テンション下がってる。受賞者の方は2022年対馬にいつ声かけてもいつでも好きな動画が撮れる権利を。それは文句なしで。そうですね、業務スケジュールに関わらず畜生と言いながら撮ります。あ、なるほど。というわけでベスト3になるんで、まあ3位から発表したいと思います。まあ再生回数は今日時点数字で言いますね。2021年TC楽器の YouTube 動画で再生回数第3位、2021年2月18日公開、小川さん出演の複雑なエピフォンの歴史、ギブソンランクからなぜ廉価ブランドに、日本製ヴィンテージもというジャパンヴィンテージシリーズ、こちらがですね、再生回数今日時点で 34,350 回。おお、ありました。ありがとうございます。おめでとうございます。なんかもう懐かしく感じちゃいますね。そうですね、2月。2月、まあ1年経ってないですけど、でも1年以上前に感じますね。感じますね。2、3年経ってる感じが。2、3年は。まあ、ジャパンヴィンテージシリーズ他にも伸びた動画いろいろあってですね、1月3日公開、ジャパンヴィンテージアリアプロ2のセットデックには秘密がという動画、これも小川さん末で2万1000回とか。そう、ジャパンヴィンの動画はですね、やっぱりたくさん食い込んでるんですけども、一番再生がいったのがこのエピフォンの歴史というので、だからジャパンヴィンシリーズではありましたけど、USA の話もしましたもんね。まあ、意外と知らないですね、うん、皆さん。なんか歴史を軽くまとめたというか、エピフォン勘違いしてないかというので、最近のね、なんか廉価版のイメージがね。そうそうそうじゃないですもんね。という感じで、小川さんいかがでしょう、3位。ありがとうございます。なんか驚きで、もう言葉もない。ここで、はい、商品はとかになると、ちょっと、あ、確かにね。なるほど。ちょっとがっかりで始まったので。すいません。商品3位10万とか、ね、商品ちょっとごめんなさい。なんか一風みたいな。そう、一風。ちょっとじゃあ社長に掛け合って。という感じで、小林さん、ありがとうございました。ありがとうございました。前回の再生回数ランキングの時には1位が小川さんのジャパビンシリーズでしたが、この小川さんのジャパビンシリーズを抑えて2位に躍り出たのがですね、2021年7月31日公開、松井さん出演、元調律師が語るギターのチューニングなんて合うわけがない理由。こちらが今日時点で 35,850 回再生。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、嬉しいですね。35,000。まあ、そうですね、あのエピフォンとはだから1000回ぐらいしか違わないんで、接戦だったんですけども、はい、
7月の公開で4ヶ月経ちました、はい、松井さんがここで初受賞ですか。そうですね、もしかしたら。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。嬉しいですね、みんな見ていただいて。この動画のすごいところはですね、まあ、再生回数もそうなんですが、はい、いいねの数、はい、高評価ボタンですね、はい、これがですね、今までの岸垣の YouTube で最も伸びている動画っていうのが、前回ご紹介した小林さんのジャパンヴィンテージの伝説の楽器屋店員に聞くジャパンヴィンテージの魅力グレコ編パート2 これがあの2020年の10月公開で今7万5000回、あ、すごい。これが岸垣 YouTube 動画でトップの再生回数なんです、はい、でこれでいいねの数が621なんです。7万5000回ですごいんですよ。なんとですね、今回の松井さんのこのギターチューニングの動画、はい、3万5000回再生で、いいねの数、707。おー、嬉しいですね。すごい。TC垣 YouTube の歴代動画で最高のいいね数です。あー、ありがとうございます。記録更新、おめでとうございます。再生回数に対してだから見てくださった人がいい動画だと思ってくださった率が高かったっていう、これはすごく大きいと思います。あ、でもなんか皆さんモヤモヤしてたとこあったんじゃないですかね。そうですね、うん、合わない合わないってね、うん、ギターってね、そこまで考えなくてもいいよ、いいよ、自由だよっていうのがね、伝われば、はい、皆さん気持ちも楽になってもらえたという感じで嬉しいかななんて、はい、はい、松井さん受賞してどうでしょう。あ、すごい嬉しいですね。やっぱりなんかこう皆さんと共感できたっていうのが何よりだと思います。はい、はい、というわけでおめでとうございます。どうもありがとうございます。わはい、というわけでどっちかがワーストどっちかが1位と思います。いや、これはまあ内容を知ればね納得なんですけども、2021年 TC 楽器の YouTube 動画もう何本上げたか分かんないです。何本上がったの。月20本以上上がってるんで、じゃあ250ぐらい上がってるってことかな。そうですね、多いな、すごいですね、頑張って、ちょっと俺褒めてほしいそういう数に出せばいい。そういう回まだ別で出す数まあ、そうね、堂々ね、200本以上の動画の中から、うん、2021年の最大再生回数、はい、発表します。2021年8月14日公開、狩部さんと田中さん出演、最近のフェンダーってどうなってるの、楽器屋店員が忖度なしで話します。なので2人です。なるほどね、ダブルユニットだ。そう、ユニット、はい、まあ、僕と3人でねやらせていただいて、トリオだ、トリオだ。こちらがですね再生回数が45,603回。へえ、そんないってるんだね。いきました。すごいな、伸び伸びでございます。サロンシップじゃん。ちなみにですね、 TC 垣の YouTube 本格的に始めたのは1年半ぐらい前で、ただアカウント自体はまあ2012年あたりからあるんですよね、はい、で実は和楽器の動画、人間国宝の方、ね、そう、人間国宝の方とか本当のプロの方に和楽器叩いていただいたりした動画っていうのが当初から上がってて、それがずっと伸びてたんです。 だったのね。ただですね、和楽器の動画って一番伸びてるのが小包の基礎知識ってやつで、これが歴代動画で3位です、うん、はい、ここ1年半で巻き返しております。ちなみにこの動画は5万6000回再生。2位は田中さん出演、リペアマンが選ぶ構造的に問題が起きやすいギター、トップ3、これ6万5000回再生。おー、素晴らしい。で、1位がまあ先ほどご紹介した小川さんのジャパンビンテージの魅力グレコ編パート2の7万5000回、すごい。で、まあこれがだから歴代のトップ3なんです。累計ね、はい、全部、ね、累計です、うん、で、今回の1位、この最近のフェンダーってどうなってるの、これのすごいポイントはですね、4ヶ月前にアップしてるんですが、うん、この小包の基礎知識の辞典についております。おお、4万5000回再生で、伸び率がいい、うん、全体4位です ね、歴代の岸垣 YouTube 動画の中で4位につけております。すごいね、おめでとうございます。おめでとうございます。というわけで、カリブさんから受賞して、いかがでしょう。なんだろうね考えといて時間あったじゃないですか。ワーストにね、入るかもしれないけどね。コメント、なんだろう、ありがとうございます。田中さん、ね、4万でしたっけ、4万5000、4万5000人の方にね、なんか見られちゃってね、そうですね、恥ずかしいね、恥ずかしいですね。4万人の前で喋るって言われても無理じゃん、うん、すごいですね、うん、ありがたいですね、うん、ありがたい、だって、はい、チャンネル登録してくれてる方の何倍ですか、4万って。
チャンネル登録が今9000いってないぐらいなんで、8000何百なんで4倍5倍ぐらい、うん、そうですね。だから、うん、普段うちを見てない方も、うん、まあ、気にしてみてくれてますね。それはすごいことですよね、うん、みんな登録してくれればね、4万5000チャンネルそうですね、よろしくお願いします全員登録してください。ぜひ見たら登録してください。ぜひよろしくお願いします。したら今頃ほらジャパビンの動画だけでもう10万以上いや、でも多分ね、何回も見てくれてる方もいると思うんで、ああなるほど、うん、あの動画何回も見ちゃいましたとか、うん、やっぱりリスナーさんから伺ったりするんで、うん、まあイコール人数じゃないですよね、うん、でもリピーターの方がいるのもまた嬉しいですね。ありがたいですね、ありがたいですね、うん、という感じで、はい、2021年のですね T 石垣 YouTube 再生回数ランキングは以上となります。はい、また来年もありがとうございます。ホームラン出せるように頑張りたいです。はい、皆さんのご協力なしでは僕も戦えないので、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。というわけで、受賞した皆様に特に賞品はないんですけども、すいません、僕から大きなお礼を大きなお礼を大きなお礼を、はい、本当にありがとうございます。どうもありがとうございます、はい、という感じでございます。というわけで、皆様来年も動画ね、うん、面白いの出せるように頑張りますので、という感じで、はい、はいはい、引き続き楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで皆様おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。TC 楽器では弦やメンテナンスグッズなどの小物も多数取り揃えております。ぜひお気軽に遊びに来てください。